7グラムのジグヘッドにスワールテールシャットの、XG ですね、 2.8 インチをつけて、根魚を狙っていきたいと思います。まずはもうボトムまでつけて、でただ巻きで様子見たいと思います。で10回転ぐらい巻いたらもう沈める、でまた巻くの繰り返しで狙っていきます。足元のテトラ際に結構ついてることが多いので、足元まできっちり探っていきます。巻きの釣りで反応がなかったので、シャックヘッドの 7g ですね、 D タイプの 7g に、ジュラクローの XG つけてやってみたいと思います。これも巻きの釣りと一緒で、まあ、こう見える背があれば見える背の付近を重点的に攻めていくような形ですね。で今度はダートさせます。4回ぐらいダートさせてフォール、4回ぐらいダートさせてフォール、こうエビがこう逃げ惑うようなアクションを演出するような感じですね。お、当たった。お、来た。来た来た。はい。ガッシーです。とりあえずガッシー釣れました。やっぱダートに反応がいいですね。ジュラクロー丸飲みです。リリします。ありがとう。続けばいいですね。ガッシーです。はい、ちょっとサイズアップですね。やりました。サンキュー。うわ、もうフォール中に持っていきましたね。もうラインがピューって入っていきました。よっしゃ、あー、お、来た来た。お、これはデカガッシーです。おお、いいサイズ。これはいいサイズですね。よいしょ、やりました。
や、いいサイズですね、うん、結構だいぶ引いてやっぱり車両の場所なのでだいぶこう引きが強いですよね。本当楽しいです。リトルゲームらしい釣れ方ですか。そうですね、もう連発で楽しいです。サンキュー。のワインドいいね。そうですね、結構反応いいですね。一気に良くなったね。そうですね。お、また来た。もうジュラクローに変えた途端に連発ですね。はい、ガチです。おっしゃ。もう落ちパクですね。はい、連発です。ありがとう。おっしゃ。おお、飛んできた。いや、連発ですね。ミドルゲーム楽しいです。はい。あー抜けた。来た。よし、これもいいサイズですね。あとは旗だけ。そうですね、旗の顔みたいですね。はい、すさまじい釣れ方してるね。そうですね、ジュラクロ爆発してますね。ジャストして落としてワンアクションツーアクションでもうゴーンって。そうですね、6匹連続ぐらいね。そうですね、6連続ぐらいしてますね。今日今のところ、ね、はい、カサゴばっかりだけど、はい、いつもこれの赤旗とかキジ旗が混じるの。そうですね、そういうかこの同じアクションでこうポンポンポンってこう、もう本当さっきも説明したんですけど、エビが逃げ惑うようなこうアクションを演出させてあげて、ゴーンってこうキジハタとかアカハタとかも一緒に釣れますね。おっしゃ。お、入った。これぐらいのサイズでも結構引くんで、根にやっぱり入られますね。ありがとう。
釣れるのも釣れるのもカサゴですね。そうですね。